どうも皆さんこんこにちは簡単ウクレレレ教室ガズレレのガズズのでございます今日はですね、えー、皆さんにちょっとあのガズレレフェアについてあのお伝えさせていただいているようにね、20万部記念のフェアを開催ということなんですけど、ゲストを迎えております。はい、今映ってると思うんですけど、えー、この映ってるお方は、ハットリさんという方でございましてですね、実は皆さんもかなりお世話になってるんですよ。えー、ガズレレでおなじみのこの「簡単ウクレレソングブック」シリーズ、えー、の編集を くださってる編集者さんなんですね。えー、っとだから服部さんと、えー、そういう意味でこの楽譜の本をやりだしてこれ2018年でしたっけ最初。そうですね6年前ですも。6年前ですよね。えーえー、だからもう6年間のこう付き合いでまあまあ前。 ね、毎年毎年、えー、今回はどんな本にするだとか曲をどうするかとかどんなあの風にやっていこうかとか言ってよく一年中考えてみたら一年中打ち合わせしてますよね、まあ、オンラインそうで。すね今なななんとくく夏だけじゃなくて そうですよね。子供と歌おう本とかね、えー、新しい企画とかも、えー、あのちっちゃい本も出したりとか。そうですね。はい、はい、でまあそういうわけでもたえもう二人三脚でずっとやってるパートナーで実は YouTube 初登場ですよね。イベントではね参加してくださったりしたことあると、ね。撮影の時に違って、<laughs> とあそうでしたっけ？星野さんと一緒に。星野撮影とか。<laughs> っていうのがあったりはした気がします。すすはい、はい、まあ、そういうわけで、今日はですね。そのリットミュージック社の編集者の服部さんからですね。あのー、そのガズレレフェア。 えー、今これ映ってるあのこの青いねあのデザインのバナーですけどこれについてちょっと最新情報とえっ、ー、と等々のご案内をちょっとき一緒に聞いていこうかなということで皆さんも一緒にあのその辺のことをちょっとえー、ガゼレルフェアの全貌を押していただきですね、えー、ぜひあのフェア開催店あるいは タワーレコードも来てください。タワーレコードのね、あのイベントを、えっと、かけてこう、いろいろこう、段取り組んでくださってるのは、まあ、リッドミュージック社さんと、まあ、服部さんをはじめとした、まあ、スタッフの皆さんなんでね、えー、ぜひ、あの、こっちもよろしくお願いしたいんですけど、こっちの方はまた別にまたご案内するとして、まあ、今日、今日はちょっとガズレルフェアについて、えー、よろしくお願いします。ま,すまずちょっと、まあ、質問としては、はい、えー、何月何日から始まるっていうよりは、店舗様から用意ができ、でき次第っていうような感じのイメージなんですかね。 そうですね,、えー、っとね8月の6日にうちの倉庫から、えー、商品が、えー、セット組みされたその帯とかポップとかが段ボール詰めされた特典、うん、の,のノートですよね、うんえー、が箱詰めされたものが8月6日に倉庫から旅立っているというふうにいていますわゆる問屋さん、えー、とか取り次ぎ書店だと取り次ぎ店というんですけど。というのを またいででええー、そこから店頭に送られるので、この週末ぐらいかなとか週末そうですね今週は週末が十十一ですけど、うん、まあその辺ぐらいにはだある程度並んで並び始めてるんじゃないかなっていうようなイメージですね。この動画公開されるのは金曜日ですから、まあ。 早いところでもしかしたら今日っていうのはあるのかな、わかんないけど、まあ、ああそうですね、おそらくですけど、ね、都内とかはもう始まってる可能性っていうのはあるんじゃないですかね一応確認ですけど、そのガズレレフェアをやってくださってるお店でガズレレ本を、えー、ゲットしてくださると、あそうだ、ちょっとここにある、この特製ミニノート、こ,これを全員にね、プレゼントとということでそうですね。 開催店に行っていただいて、帯のついた、専用の青色の帯がついた商品を買っていただくと、右の音がゲットできるという、はい、これですね、これ、これ。そういうことになってますということで、えっとでえっと、今回、この情報では、えー、全国でそのガズレレフェアをやってくださってるお店のリストがわ 公開されているということで、え、そこの動画の概要欄に貼っておきますで、なんか聞くところによると、四十七都道府県全部網羅されているとか、えーとね、惜しい感じですね。惜しい感じだったんですね。<laughs> いやでも四十三都道府県みたいな感じ。なるほどですね。<laughs> で、二百店舗様を42、四十二か、四十二。 2都道府県で、200店舗さんをこ超えたという200店舗さんって言ったらすごいですよね。はい そうですね残念な話ね、ね書店さんも楽器店さんもそんなに増え続けてるっていう状況ではない、うん、そうですね、なんで,ううで,んで夏のいいコンテンツになっていただけているとしたらすごく嬉しいしね、うん、なんか本屋さんにとってもなんかそういうの盛り上がると、あのー、いいなと思うし、まあ、本当に、あのー、あとね、今回ガズレレの,あの見てる方々にも、ね、ぜひみんなの言ってるそる本屋さんとか楽器店さんにガズレレフェアやってくださいっていう お願いしてあのくださいよっていうガズが頼んで、本当に結構行ってくださってるその効果もある,あると思うんですよね。えー、なんで、本当、皆さんも、うえーうん、本当、お店の方もね、皆さんもごあのこのガズレルフェアにね、こう力を貸してくれて、本当にありがたいなと思うんですけど、まあ、そういう意味で、やっとあのガズレルフェア始まりますよということでございます。いや、嬉しい限りで、まあ、そもそもこの20万部達成っていうのは、すごいことですね、服部、えー、さん。 すすごいいことだとだ思いますよ、えー、今もう本当出版不況と言われてる中でなんか言ってもね5,000部とか4,000部行ったらすごいっていうふうに言われてるっていう時代らしいんでねもう本当にねまあありがたいというかもう服部さんも多分編集のお仕事されててねまあびっくりするようなあの数字だと思うんですけどまあでも服部さんも僕もですねかなりのこの革命をこの ね、本で作ってるっていうか音符が出てこない楽譜ってかかつてなかったでしょうねそうですねそのまあせめてね弾き語りだったらこうリズム弾き方そのリズム譜っていうんですかね、うん、その8ビートっぽい声はいはい、はい、独特のね楽譜もったりする、えー、それすらないっていうのは。 あんまりないんじゃないですかね。だからこそ分かりやすくシンプルにね、うん、あの、届きやすかったっていうのもあると思うんですけど、うん、まあ、とにかく本当に、あの、このチームで、あの、本当、こんなね、世の中に結構、 ええ、ね、すごいいい影響に変わって、まあ、笑顔を増やし活動って僕は言ってるんですけど、そんなのにね、貢献できて、すごい良かったなと思うんですよね。なんでまあ、これまだまだね、まあ、20万部本当ありがたいですけれども、まだね、もうに、日本人1億何人いるからね、まあ、もうちょっと広がっていって、みんな笑顔になったらいいかなと思いながら、また続けていこうと思うんですけど、まあ、とにかくそのフェア、 え、開催店に皆さん行ってほしいということで、え、概要欄にそのショップリストの URL のリンクを貼っとくんで、ぜひ皆さんの、あの、おうちの近所に、えー、あったら行っていただいて、まあちょっと、この、あの、特典の頃ノートをもらったりとか、なんかいろいろチェックしてみていただけると嬉しいなということなんですけど、今度出るこの黄緑色のソングブック6も、えー、そのね、ガズレルフェアの対象商品になってますということがあるんですけど、ちょっと一点ややこしいことがあるんですよね。そうなんですよ。 発売日が、えー、8月17日ですから、<日>フェアを,を追いかける形で、うんえー、新刊が出るわけですね、フェア対象、ね、商品ということで、というので、その店頭に送られる分に、新刊分として送られるものに関しては、えーっとね、基本的に全部帯が巻かれることになってるんですね。こののガズレールフェアってて書いてあるものが、えー要は キャンンペーンをやってないガズレレフェアをやってないお店にもこれが参いたものが届いちゃってるってことそうですんでそこではあのその新刊用の帯にはあの注意書き書いてあるんですけどその、うん、フェア開催店で、えー、買ったあくまでもフェア開催店で、はいえー、買うと。 えー、<う>ノートがもらえるっていう,な、ね、うんなんでよく見ると注意書きが書いてあるんですけどあのフェア開催店じゃないところでも帯が巻かれているものが今後出てくるというのでちょっとそこら辺ややこしくなっちゃって申し訳ないなってところなんです,そうです、ね、6のみに関しては、はいえー、そういうことがあるのでちょっとそこだけ要注意ですね。はい、なんで、えー、あので逆,逆に言うと今アマゾンで予約してくださっている方もそのフェアまで待っていただくかあるいはっていう感じかな。 えっと,ね、ええというのはだからフェアでもらう、もしごお近くの,そのガズレフェアやってるところで買っていただければ、これが。 特典がもらえたりするわけじゃないですか。そうですね。ねなんでまあでも近所にないとかいやアマゾンどうしてもアマゾンがいいっていう方はもちろんアマゾンでそのままでいいと思うんですけど、ね、まああのー、そうでなければ一回ちょっとそっち保留にしてもらってあのフェア開催店で買ってもらってもいいかなと思ってるで感じです、ね。そうですね。まあ、うん、あとはそのシックスその予約でそのアマゾンでいち早くまあいち早くになるのかわかんないですけどゲットしていただいてでその持ってなかった四、えー、番 ご都合のいい日に行っていただいて、ああ、なるほど,なるほど。ってそうか、そうか。まあ、自分がまだ持ってない本をその機会に買ってもらえば、このね、ねっとゲットできますからね。ねはい、そう,そうです。ういうことですね はい、はい、まあそういうわけでね、まあちょっと楽しくこう全国で盛り上がっていければいいかなというふうに思ってますよということでございますんで、ガズレレフェアこの夏ちょっとね、あのー、まあ僕らガズレレとこのリットミュージックさんとしてはね、盛り上げたいこのイベントかなということで皆さんぜひともあの行ってみてくださいよろしくお願いします。あの結構お店さんによっては今もうすでにね夏でバーッと店頭にガズレレボを並べているお店多いですよって僕のところにいっぱいねみんなあの情報を教えてく まあ、本当ですか。ありがたいですね。いや本当ありがたいですね。えー、まあ夏といえばウクライナですからね。 うん、そ,うそこら辺がありますであとはあの、まあ、お伝えしているように「この、えー、ソングブック6の発売記念イベントタワーレコード3店舗8月18日東京タワーレコード、えー、東京渋谷タワーレコード8月24日、えー、長野県上田のタワーレコード、えー、9月の8日大阪の八百店で開催されるんですけどこれちょっとね,、あのーえー、っとね渋谷店も郵政エリアあの予約してくその3タワーレコードさんで予約してくれたら前の方にっていうようなことを僕表現してたんですけど タワーレコードさんは3人と写真撮るよっていうチケットだけということなんでまあちょっとその辺はあの3店舗とも同じ条件じゃないんでその概要欄に貼ってあるその詳しく案内してる僕の,あのホームページの1枚をちょっと今一度確認していただいて、えー、とタワーレコード無料のね まあインストアライブイベントなんてぜひウクレレ持って来ていただきたいなというふうに思ってますということで、そちらの方ももう今一度ちょっとね、あの、確認してください。どっちにしろ、ソングボックス6が出るぞということと、タワーレコードで無料のイベントがあるぞということと、ガズレレフェア開催だぞということで、まあもう、情報がもうすごいことになってますけれども <laughs>、まあでも、え今年の夏も、えこのガズレレ本たちとウクレレとで、楽しく過ごしていただければなというふうに思いまして、ということでございます。なんか でそれで一応、大丈夫ですよね、情報を伝えたいことは全部今、話せたかなそうですね、<え>でそれで、まあ、あとそのガズレレフェアはノートだけじゃなくて、うんえー、抽選で、初めてウクレで、おレ生日でプレゼントっていうのも、はい、ダブル、えー、プレゼントがあるので、そちらもチェックしていただけると。はい ぜひぜひ、リンク先、概要欄っていうんですかね、うん、あの開催店とフェアの概要がは載っておくところ、あ,のあの URL 貼っとくんでね、えーえー、見ていただければという結構ね、全国つつ、大体つつ、うらうらになってるので。うんえー 近くに大体あるんじゃなないいいいかとととと思ううんでですすけどね <laughs> ちょっ探してみてみくださいということでございます、はい、じゃあまた、あのー、服部さんをこれからもねまたあの楽しいウクレレのガズレレ本を一緒に作っていこうというふうに思っていろいろまた企みもいろいろあるんですけど、まあ、またちょっと新しい本の情報とかまた公開するときにまたこんな感じで服部さんと対談もいいかなと思っていますので、ま、登場を願うこともあるかもしれない<笑><笑> はいまた楽しい本を作っていければいいと思いますはいはいお願いします皆さんもあのハットリさんねあのお見知りおきをくださいみたいな感じですねはいありがとうございましたそういうわけで今日は、えー、ガズレルフェアをはじめとする最新情報というかあのお伝えしましたぜひ皆さん、えー、ウクレレ楽しんでくださいありがとうございますそれでは皆さんさようならバイバイ。